あいつはダストだ。パチッパン。うっ。フリッカじゃん。して数呼吸とともにぐっと気持ちよく伸びます。長い背骨を作り、吐きながら両手を下ろして、両手を膝の上に楽についていきましょう。肩周りや胸の力を抜き、骨盤底を安定させていきます。首もスッと伸ばし、長い背骨を感じましょう。まぶたを優しく閉じ、これで朝の誘導瞑想を終わりにします。両手を胸の前で合わせましょう。落ち着いた呼吸を感じながら、吐いて胸の前で手を合わせて終わりにします。10年はあっという間やったな。10年長いな。新喜劇 10年間おって、お迎え来たで。 4K じゃない、とんでもないんだよね。しかも普通のあれかな思ったら、でも仕事してはるからな、間違いなく俺らやるから。俺らもう散歩するしかないで。いやだって今日平日の月曜の昼、え朝か、朝10時、朝10時、月曜日って今日からやんな。そうそう、言ったら社会人は美容師さんってことにしとこうか。いや美容師さん、今僕らたちは美容師やってます。美容師に悪いやろ、肩だけは。毎週月曜日だけ美容師に。いや美容師に悪いわ、ほんま舐めてんのかって言われる。こんなでだ、またそういう気にする。そういうとこ朝ちゃん言ってんの、そういうとこ。いや朝ちゃんで朝ねえねいやでもほんまに10分間、じゃあ10年間おったけど、10分間おったな。10年間おったけど、うんうん、あの社員さんとの言うたらその面談、うん、3分で終わったわ。止められることもなく10分の3、10分の3分、踏んで換算したら10年って何分、何分やろ。新喜劇10年おって、うん、ほんまにこの世界入ってマジで右も左も分からん状態で。右と左は分かるやん。じゃあ例えて言うてんねん。やっぱほんまに先輩方にいろいろ教えてもらったし、うん、でやっぱもうなんていうの、日本の前と後ろは分かる。前と後ろ、いや前と後ろ、それもうその話ええねん。日本の文化やからさ新喜劇は、うん、
ほんまに素晴らしい。そうか、うん、そうかじゃん。カット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 な。めちゃくちゃ勉強にもなったし、ただやっぱ、うん、結婚して30になって、うん、2年仕事なかったっていうのが一番の決め手でしたね。ああ、もうあの限界というか、この2年間なんかできたはずやし、自分自身も、うん、なあ、お笑いは大好きやから。でも来年も大作家やろうけん。来年もある。3年や終わりやん。3年で R1 終わるしな。ほんで俺もう10年なるから。じゃあ R1 もな、違うってことや。 M1 しかないな。M1 やケンタは俺喋りの方やと思うけどな。どこがやねん。いや絶対そっちやって。一発芸ちゃうって。いやいや、そ、まあその一発芸する根性ないしさ、うん、あんなもう化け物やからさ、うん、やっぱなかなかな根性ないと無理やし。でもそれはもうそれで終わるやん、あの人たちは。喋、うん、ってる人の方が長いやん。それはそれで終わるやんって言い方も。まあ頑張ろう。こっからやな。ゴミでも拾うか、まず公園の。30になってさ、うん、そんなんやってたところで何も変わらんって。いやいや、もうこう社会せめてゴミぐらい拾わないと。何にも役立ってないねんから俺は。これからも多分何も役立たんやろうね。いや俺の親父とおかんがほんまにマジで星原くん大丈夫かってめっちゃ言うてんの。何を見て。それ何を見てっていうか、その俺が話したりするからさ。ああ、ホッシーもあんたと一緒でもうめちゃくちゃ悩んでるんちゃうのみたいな。うん、どうせ悩んでるんですよ。心配してたわ。まあ、悩むっていうのと考えるっていうのはまたちょっと違うかな。まあそれはね。でも諦めてないやろ、健太も。うん、もちろん諦めんねんな、普通。諦めてもうたらそこでほんまに終わりやからな。じゃあそれ何やねん。諦めへんっていうのが大事や、知ってる、うん、成功するって思う自分が。いや、もうそんなもうずっと思ってる。思ってる、うん、じゃあ成功すんねんで。あ、なるほど。なんでか知ってる。なんで成功するって決めてるから、自分で。あ、だから成功するまでやめへんや。まあまあまあ、死んでからも成功するって思うねん。死んでるやん、動かへん体。次の人に、次の自分に行くから。それが今ばっか聞かされてんねんね、俺ずっと。いやいや、いいやろ、元気出るやろ。もう元気出る。いやでもな、俺思ってん、うん、俺めちゃくちゃネガティブやし、うん、ほんまにもうあのネタとか考えててもなんかこれええんかなみたいな、うん、もうビビりやし、うん、で同期に石橋ってこおるけど、うん、あいつがめちゃくちゃポジティブやね。そういうなんかネガティブになった時、そいつと一緒におった方がなんか、うん、でホッシュもせん、うん、ポジティブやから、こうポジティブなやつと近くに おらなあかんなと思ってきて、うん、自分が引き上がるようなね、うん、俺ね、こうたまに思うね、今悩んでるやんか、こう、うん、何しようかな、あれしようかなみたいな、うん、この時間も結構好きやねん。わかる、なんか、あ、うわ今俺悩んでる、うわもうあかん、こっから上行ったらかっこええなって思うね。あ、それを思いながら毎日生きてる。生きてるか、もうなんか、なんつうの、このそう悩んでる、ちょっと絶望してるのも、うん、様になってんなって思ってる。ああ何言うてんの。月曜日から朝起きて、うん、スクワットやってんねや。あ、ほんででちょっとコーヒーもたくさん飲んで、うん、たくさんというかたくさん飲んだんだけど、まあ、飲んで、うん、ちょうど1年前ぐらいにやってん、そのダイエット、うん、正直あの1ヶ月いって結構 なんていうのすがすがしかってん。あ、なんかそれこそ、そのいや痩せる動向より、うん、なんか頭めっちゃ回転、うん、なんか、うん、ネタとかもなんか出てくるんちゃうかなみたいな。コーヒー飲んでやっぱ結構リラックスして。筋トレとコーヒーって最強やで。いやでもめっちゃ思って、あとは程よい空腹が大事やから、うん、まあ食べ過ぎひんっていう。あのかっちゃん、もちながうん、かっちゃんと会って、
はっちゃん結構ストレートに言うからさ、うん、やめたことも伝えて、うん、じゃあお前なんか今まで頑張ってきたことがあんのかこれってこうなんか言われて一回ちょっと続けてみたらみたいな、うん、朝早く起きてそあ何かをねそうほんでお前そんなやっぱ長くならへんやろみたいな、うん、そう筋トレするのもまあ一つやし、うん、ほんでプラス俺はそう言って筋トレして、うん、昼まで寝たりとかせんと、うん、朝起きてほんで筋トレしてほんでコーヒー飲んで一日を無駄にしないというのを続けたらでかっちゃんに言われて、うん、でも確かにそうやなと思って今はもうとりあえずその日課を忘れずに、はいはいはい、絶対そっちの方がなんかほんまおもろいことも出てくるしな出てくるよスクワットこれめっちゃ大事らしいで歩くの散歩ああいや散歩も気持ちいいもんあと、うん、左手使った方がいいえなんで右脳これはさっき瞑想やってる理由はそれアイデア出すためあの右脳鍛え右脳は直感ないで左脳は論理脳で あれボケちゃうかったねボケじゃんマジマジでやってるマジでやってる1日朝晩2回ねこうなんかもうでアイデア出てきたらすぐもう紙に書いてってやったらなんかこう自分が分かってくるな自分何を求めてんのかみたいなこう文字で見たら俺は多様性と自由、うん、あと喜ばす人っていうのが価値観みたいなっていうのがこう文字で見たら出てくるから、うん、じゃ自分がそれをするためには何したらいいんかみたいな、うんうん、っていうのがこう見えてくるから直感力大事にした方がいいよもう今決めろって言われてパッて2つ出てきた時に瞬間的にこっちって思う方を取っていくみたいな新喜劇やめるとかも考えに考えたやんでもその考えに考えたことって、うん、一番初めに直感で戻ったところに戻ってくんねんて直感でどっちって言われてこっちってで選んだけどでもそれほんまにそれでいいんかなとか、うん、どうしようって長いこと考えて結局直感で選んだ方に、うん、やったやろ、うん、そういうことないだから直感って大事じゃん直感が合ってんねんだからなるほどねで選択したんやったらそれを成功にするしかないねそれが正解になるように動くしかないいや不安もいっぱいあるけどやっぱりな、うん、また一からやからさ、うん、ちょっと待って やりすぎやろ一番大事なとこやったらえぐすぎるやろ今俺めっちゃいい話してもったいい話してるかこれからねやばいな言おうとした今普通に切ったやん、うん、また言わない何やったっけいやまあそうそう今なまた一からっていうので、うん、不安の方がやっぱ勝ってる部分もあるけど、うんまあ、正直ギラギラもしてるしね、うん、もうやったろみたいなほんまにいやマジでやっぱほんで改めてやっぱ新喜劇の人と最後めっちゃお世話になった人とかに会った時にもほんまいい人ばっかりね、うん、俺がこうやっぱ活躍っていうか頑張ってるところがやっぱその新喜劇の先輩方にも恩返しというか、うんなるやん、うんうんうん、だからほんまに今以上にもう死ぬ気でもうほんまにお笑いのことだけしか考えたらあかんと思うし、うん、っていうのを言いたかったんけど途中で切ったあ、すごいおもろいけど